対抗して西田さんのことは撮影しますよ。いいよいいですよ。撮影しますよ。どうぞやりましょう。撮影しますよ。はい、じゃあ撮影してください。そのまあ、お帰りください。お帰りください。じゃ、集会の趣旨にあなたたち反対していたんです。もう、はい、素敵な構想が非常に終わってるんですから。なんでわかんの、はい、ね、裁判、裁判で、ね、何ですから、もう帰って、の帰ってください。じゃあ裁判とは関係ないですよ。これはあの国立市が講演してるものですから。私たち集会の主催者ですので、実行委員会として参加は認められません。ね、あなた方って普段さ、へえ、話し合いだなんだって言ってさ、そんでいいの？そういうことで。それでいいと思いますね。え、どうして？どうして？全然ダメやん。話し合いでビデオ撮影しないでください。いや、だから、あ、手出したやめてください、やめてください。やめてください。実行委員会だって、お前だってない。やめてください、やめてくださいよ。やめてください。やめてくださいよ。やめてください。やめてください。暴力行為はやめてください。弁護士も入ってきてますから、やめてください。だけど、また国立市いいって言ったじゃないですか。いや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 、国立市いいって言いますよ。じゃあ、あなた自分暴力行為やめてくださいよ。暴力行為やめてください。お前もしだろ。暴力行為やめてください。西田さん、暴力行為やめてください。やめてください。暴力はやめてください。西田さんっていうか、別に桜ホール行くだけだからいいよ。暴力やめてください。じゃあ行こう。じゃあ行くだけや。西田さん、暴力やめてください。いや、行くだけなんで。ご参加はできません。お帰りください。せめて話し合いぐらいさせてもらえませんか。削除したらしてもいいよ。いや、そんな差別してるだとか言われてもね。じゃあちょっと待って、帰ってください。いや、削除しましたよ。その前にちょっとさ、お話し合いしません。帰ってください。お話し合いしません。お話し合いする気はありません。どうして。はい、帰ってください。その方は今日は、だから今日の集会の趣旨に反する人は帰ってください。だから都合の悪い人間を一方的に追い出すわけですか。差別するあなたが。それは差別じゃないです。あなたが差別してるんです。私に対して差別。あなたたちが差別してるんです。反対する集会なんだから。裁判やってるでしょ。あなた方が妨害をやめてください。妨害しないじゃないですか。普通に話集会に参加すること自体が妨害なんですよ。あなたがすることが妨害ですから。お帰りください。西田さん、お帰りください。ただ聞くだけですけど。いや、ダメですよ。それは妨害ですよ。なんで聞くのが妨害。裁判の勝利のため、あなたたちのね、出版さ、普通に話してくださいって言ってるわけじゃないですか。出版が差別行為なんですよね。じゃあさ、それをさ、やめてください。何してください。何しに来たの。裁判にかかっているのにね。いや、ここは裁判関係ないじゃない。裁判支援の集会ですよ。何しに来たの。ビデオ持って何しに来たの。裁判支援の集会ですから。今度やられてるって。帰ってください。いや、だからどうしたの。西田さん、帰ってください。参加認められません。どうしたのなんですか。主催者として集会参加認められません。なぜ。差別者ですから、あなたたち差別者は。だったらそれ説得すればいいじゃないですか、皆さん。ブラック差別をする西田さんと宮部さんはお帰りください。説得すればいいじゃないですか、じゃあ。認められません。集会参加は認められません。だからで。名誉毀損ですよ、さっきの。集会ですよ。録音しますからね。合わない。言っとくけど。あれは差別、ブラック差別主義者なんですか。あなたたち、あなたたちがブラック差別主義者ですよ。ここ邪魔だから、ちょっと向こう行きません。いや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 、お帰りください。お帰りください。お帰りください。車止めてんでしょ。車止めてんでしょ。お帰りくださいよ。とりあえず警察呼びますね。さっきあのブラック差別者って言ったの名誉毀損なので警察呼びます。現在呼んでいただいて結構ですけども、現在裁判で係争してるね、案件について。いいよ。当事者、いいよいいよ。おい、触るな。触らないで。触るな。お前触るな。お前ら散々触ってきやろ、お前。触るな。あなたが暴力振るってんでしょ。暴力行為やめてくださいよ。いつ振った。暴力行為やめてください。暴力行為をやめてください。いつ振った。西田さん、暴力行為やめてください。いつ振りましたか。いつ振りました。西田さん、やめてください。お前触んじゃねえ。お前も触んじゃ。お前汚い、触んじゃねえよ、お前。なんで、なんで触んじゃねえよ。やめてください、西田さん。暴言やめてください。脅迫行為ですよ、それ。てめえなんて言われる筋じゃないです。脅迫行為ですよ、それ。お前さっき言ったよ。この人やってるのは暴力行為と脅迫行為じゃないのか。お帰りいただけませんか。宮部さん、どこ脅迫ですか。脅迫ですよ、完全に。撮影やめて、暴力行為やめてくださいよ。国立市の駅前、この人も、この人も暴力行為やめてくださいよ。この人もやってるんですけども。西田さん、やめていただけませんか。西田さん、暴力行為と脅迫行為やめてください。やめてくださいませ。ここが使われたらいいんですか。やめてください。やめてください。隠せんだもん、ちきょうが。暴力行為と脅迫行為やめてくださいよ。西田さん、やめてください。お帰りください。西田さん、やめてください。どうしたのか教えて。西田さん、やめていただけませんか。ね、どうしたのか教えて。やめていただけませんか。どうしたのか教えてください。フラグ解放同盟東京都連ではないかと思うんです。どうしてお願いしますね。
解放だよね。実行委員会です。集会実行委員会です。じゃあここには10人ぐらいいますね。集会実行委員会ですよ。どういう方々だった？そうです。集会実行委員会です。お帰りください。主催者、はい、西田さん、暴力行為はやめてください。暴力行為をやめてください。お前勝手に言うのいつだったの。脅迫と暴力行為をやめてください。西田さん、暴力行為をやめてください。冤罪だね、これ。勝手なこと言うの。暴力行為言っちゃった。やめろ。やめてください。叩くな。叩いてないよ。暴力行為やめてください。痛いじゃないか。映ってるから別にそんなもん。やめていただけませんか。すみません、手でつくのやめなさいよ。やめてください。撮影もやめていただけませんか。トラブルが収まらないから。じゃあまずそっちもやめろ。西田さんや。西田さん、暴力やめてください。やめます。暴力やめてくださいよ。さっきから手でついたりとか。暴力じゃないですか。暴力じゃないですよ。それから脅迫